ブレイン軍はアメリカ合衆国間補修の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万1376人であり、2000年の1万8991人より12.6%増加した。軍庁所在地はヘイリー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。1895年3月5日に、 アイダホ州議会により、アルトラス軍とローガン軍を合併させて設立された。現在の軍域は1919 19年2月8日に、軍内西部が、キャマス軍として、分離独立したことで確定された。軍名は19世紀後期のメイン州、選出アメリカ合衆国上院議員及び、下院議員を務め、アメリカ合衆国国務長官、1884年、 アメリカ合衆国大統領選挙で共和党候補となったジェームズ・ジー・ブレインにちなんで名付けられた。軍内にはサンバレースキー場がある。現在のブレイン軍内にあるウッド川バレーは1864年にアイバホ巡州議会によりアルトラス軍として編入された。1880年代までにこの地域は工業経済で注目されるようになった。1882年。 軍庁所在地は現在のエルモア軍にあったロッキーバーからヘイリーに移された。これはロッキーバーの人口がウッド川バレーに移動し最終的にはゴーストタウンになったことに対応したものだった。アイダホ州が1890年に州に昇格した後州の立地域と同様ブレイン軍の工業も次第に衰退していった。1936年ブレイン軍では サンバレーリゾート地のオープンと共に観光地としての再生を始めた。間もなく著名人が訪れるようになり、後には住人となった。その中でも著名なものはアーネスト・ヘミングウェイであり、ケッチャム墓地に眠っている。一時的、あるいは高級的な住人となっているものとしては、俳優のアダム・ウェスト、デミ・ムーア、アーノルド・シュワル・ツェネッカー、クリント・イーストウッド、 および政治家のジョン・ケリーがいる。ブレイン軍10人の大半はアイガホ州道75号線に沿った軍西部のウッド川バレーに住んでいる。軍南中部のアメリカ国道20号線とアメリカ国道26号線、93号線の交差点にあるキャリー市以外の法人化された都市や町はこのウッド川バレーにある。軍南東部のパンハンドル城地域は地元では イエール地域と呼ばれ、ほとんど人が住んでいない。軍内に有名スキー場がある関係で、生活費は周辺地域よりかなり高い傾向にあり、持ち家住宅価格の中央値は、周平均の2倍以上である。その結果、軍内で働く人々は、軍の郊外地、特に隣接する林間軍の少々のような町に住んでいる。 軍外から通勤する人は2540人いると推計されている。軍内の公立学校はブレイン軍教育学区が管轄している。ヘイリーにあるウッドリバー高校とキャリーにあるキャリー高校の2つの公立高校がある。軍南東部のイエール地域では隣接するミニドカ軍の管轄する学校に通っている。私立学校としては サンバレーのコミュニティスクールとベルビューの政治スクールがある。ツインホールズ市を本拠とするコミュニティカレッジの南アイダホカレッジがヘイリーにあるキャンパス外アウトリーチセンターを運営している。ヘイリーにあるブレイン軍庁舎アイダホ州の他軍と同様ブレイン軍政治は選挙で選ばれる3人の委員による管理委員会が担当している。その他選挙で選ばれる役人には軍事務官、財務官、 保安官、監査官及び検事がいる。ブレイン軍は強い共和党自盤の中の民主党ドビッチという評判がある。1992年以降すべてのアメリカ合衆国大統領選挙で民主党候補がブレイン軍を制してきた。1992年の場合、落選したジョージ・ H.W. ブッシュがビル・クリントンとロスペローに次ぐ第3位の票しか取れなかった。2000年では アルゴア2004年ではジョン・ケリーが制したアイダホ州唯一の軍となった2008年ではバラク・オバマがジョン・マケインに33.2%の大差をつけたのに対しアイダホ州全体ではマケインがオバマに25.3%差をつけて制したブレイン軍はアイダホ州内でも民主党が最も良い結果を残した軍だった2006年に行われた 同性結婚を違法とするアイダ憲法修正案の住民投票ではブレイン軍は66.3%が否決した。この修正案は州全体では63.4%の賛成で可決された。アイダ大学があるモスコーを含むレータ軍がやはりこの修正案を否決し、否決した軍はこの2軍に過ぎなかった。州の中では第十五選挙区に入っており、 アイダホ州議会にはすべて民主党議員を送り出している。アイダホ州上院の民主党原指導者、クリント・ステネットはケッチャムに住んでいる。会議員で、その少数党元指導者のウェンディ・ジャケットもケッチャムに住んでいる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2661.02平方マイルであり、このうち陸地は四十四点七八。 平方マイル、水域は16.24平方マイルで、水域率は0.61%であるケッチャムにあるアーネスト・ヘミングウェイとその妻の破壊川2000年の国勢調査による人口統計データである。サンバレーのボールド山ブレイン軍祭は毎年の行事である。2011年のブレイン軍祭は8月12日から14日の週末にキャリーで開催された。 ありがとうございます。